テリア雑誌なんかじゃもうご常連じゃないですか、はい、ここでしか今のところ見れないというベッドを紹介していただけると。うわ気持ちいいなこれ。こんにちは。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、私上野とこのですねベッドルームギャラリー銀座の店長のですね那須でご案内したいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃちょっと早速入ってみますか。はい、どうぞご覧ください。はい、じゃあ6階に到着しましたけど、この6階、あ、全部で8階フロア、8階まであったね、コンセプトフロア、シングリネン、まあここも見えますけど、おしゃれな空間ですよ、これ。あ、滝崎マネージャーじゃないですか。こんにちは。じゃあ滝崎マネージャーにちょっとご紹介してもらえますかね。はい、ここどんなコンセプトなんですか。まずこちらご覧いただきますと、インテリアスタイリストの久保川さん。あ、インテリア雑誌なんかじゃもうご常連じゃないですか。はい、あ、久保川勝也だに、これプロデュースなわけ。そうなんですよ。イタリア のポルトローナフラウの、家具を使ったコンセプトフロア。世界の宝、ポルトローナフラウを使ってる、シーンなんだ。はい、あ、なるほどね。青と茶色のコントラストが美しい。アズロエマローネ。なかなかね、日本人は難しいんですよ、この組み合わせね、青と茶色、はい、ね、イタリア人らしい組み合わせになってるわけだ。あ、差し色でね入ってね。ああ、なるほど。であれだね、ベッドルームギャラリーっていうから、他のフロアはね比較的ベッド中心のフロアになってるけど、はい、ここはこうやってリビングと合わせたり、はい、ね、そういうふうなもうコンセプトルームシーンになってるわけ、ね、はい、ということで照明とかこういったものもコーディネートしていただけるっていうことですか。そうですね、なるほどね、はい、照明、カーテン、あ、カーテンね、はい、ああいうところでね、はいはいはい、あとここにあるのはこれ新装品。新装品ですね、はい、で何ここにかかってるもので最高級だね、気持ちいいものがかかってるけど、これのお色違いはこうですよとか、はい、サイズ違いはこうですよとか、はい、こんな柄もありますよとかっていうことが、まあ、一目瞭然で分かるということですね、はい、でね、あとね、滝田さんね、こうやってワインセラーとかもあるんですか。はい、まあ、家電ですね、うんうん、まあ、当然ワインセラーもそうなんですけども、うん、最新家電ですね、掃除機ですとか。あ、こういうものね、はい、ワインセラーとかさ、はい、こういうコンセプトでお勧めになりたいなっていう方さ、絶対ワインセラーって必要だよね、はい、なるほどね。でおしゃれなああいう掃除機とか、あとは、あそこにあれじゃない、あれでしょ、ポータブルスピーカーでしょ。そうですね、そういったもの、まあ、最新家電というかおしゃれ家電、はい、そういったものもご提案ができますよ、はい、っていうことですか。まあトータルでご提案ができると。はい、おしゃれだね。あ、これは絵は、絵はですね、ギャルリー為永さんっていう、銀座のね、はい、ギャルリー為永さんが、はい、定期的にこう変えてくれるわけ。そうですね。でこれ販売もされてるの。販売は、為永さんの方なんですけども、ちょっとお借りして現代作家の方の新しい絵を展示させていただいて。なるほどね。これも販売して価格がついてるものなの、ね、はい、あ、でこういうコンセプトに合った絵も選んでいただいてるから、はい、当然ご自分でいろいろ選ばれるのは当たり前なんだけど、もうそこまでもお任せだよってことは、はい、何もうこういう新装品のお色とか照明とか、あとは必要な家電とか、こういう絵なんかもトータルで全部提案できちゃうってこと。はい、あなたもそういうトータルの提案、はい、しております。おしゃれだね。ということでここがですね6階になりますけど、他のフロアも行ってみたいと思います。他にもこういうコンセプトフロアがありますか。一つ上の7階に。わかりました。じゃあ7階にちょっと行きましょう。はい、ということでですね、ここは7階に来ましたけど、はい、竹崎マネージャーですね、ここもコンセプトフロアじゃないですか、はい、ね、シングルイエンって書いてありますけど、はい、先ほどちょっとまた違うんでしょ、はい、ちょっと見えちゃったけど、ね、っおっしゃれじゃないですか。こちらですね、スミコホンダプロデュースの来ましたね、はい、ホンダスミコさん、こちらもですね、はい、インテリア雑誌でご常連ですよね。ちょっとじゃあ見てくださいね、これあれ何、先ほどカーテンとね、はい、あとはそのあれなんていうの、パネルアート、アートパネル、はい、それからあとはクッションとか、こういったものあれでしょ、本田さんのデザインなんでしょ。そうなんですよ。今年はコチョウラン の, あの花を使った幾何学模様にしてるんだね、はい、ちょっとやっぱりこういう、まあ、時代って言ったらあれだけどね、やっぱお部屋の中少し華やかにしましょうということですかね、はい、そういうふうなイメージで、まあなんだろうな、まあ、すごくやっぱ綺麗なさピンクを使ってらっしゃるのね、はい、やっぱりなんか分かりますよね、そういう感じがね。であそこのカーテン上から下まですごい綺麗じゃないですか、はい、どうぞこちら。なんかあるのかな、はい、こちらの電動レール
カーテンレールになってまして、電動のカーテンレール、はいはいはい、まあ、通常リモコンが多いんですけども、あ、そうだね、こちらあのちょっと引っ張るだけ で音もすごい静かで、引っ張るだけでこうなるの、はい、じゃあ閉まるときは、閉まるときもですね、ちょっとこう引っ張っていただくと、うわいいじゃない、こんなことがあるわけ、あそこなんか、はい、あ大丈夫かな、なるほどね、こういう秘密があるわけ、はい、あすごいな、最新の、電動、最新の電動になってるのね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、でこっち見ていただくと、これはなんだか綺麗なピンクを使ったりする新商品があるじゃないですかこれ、はい、でこういう風な、まあ、色のコーディネート、まあ、コーディネートはコーデネートなんていうことでね、そういうことも全部やっていただけるってことですかね、はい、でやっぱり先ほどのフロアみたいにここにあるリビ用の家電とか、はい、まあ、そういうものもね、全部置いてありますけど、まあ、そんな本当にもう気持ちいいそのなんか寝室環境を、はい、家電も含めたご提案を滝崎マネージャー中心にしていただける社員がいっぱいいるってこと、はい、たくさんおります、なるほどね、素敵なところを見させていただきました、ね、本当にこういう、ね、時代ですから、はい、まあ、寝室は大のリビング、はい、ね、なんていうふうに言われてましてですね、はい、どんだけやっぱり寝室の中で気持ちよく過ごそうという今流れになってますのでね、ぜひですねたくさんのお客様に、はい、満足を与えて差し上げてください、ね、よろしくお願いします、はい、でなんかね、もう一つなんかすごいものを紹介していただけるって聞いたんだけど、8階にラグジュアリーフロアがございます。行ってみますか。はい、はい、8階に到着しましたですよ。ラグジュアリーベッドフロア、ベッドルーム。ということでですね、まあ、ここでしか今のところ見れないというベッドを紹介していただけるということなんですけど、ちょっと行ってみましょう。お、ナス店長じゃないですか。はい。ここから私がご紹介します。満を持してということですね。はい。ということでこれでしょ。はい。やっぱりもう真ん中にありますから、わかりますよ。鎮座してますから。はい。ということで、ちょっとじゃあ那須店長から言われる前にこれレガリアじゃないですか、はい、しかもバイキングスダウン、はい、これ1904年にアメリカで誕生したキングスダウンがだよ、はい、IDC 大塚と共同開発した日本初のブランドレガリア、そうです、何がこれここだけ先行で、はい、まあ、見れる先行販売なのってどういうことなんですか、はい、これ、はい、まず見ていただくとこれだけ厚みがありますけれども、すごいよね、はい、まあ、一般的にはですねこのマットレスの中にスプリングというのは一つ入っているのが一般的なんですけれども、これね、この中に一つ入っているのが一般的よね、はい、うん、はん、これで一つのマットレスです。でこの土台の部分をボトムと呼ぶんですが、うん、まあ、こちらとこちらで、まあ、スプリングが2段入っているものが一般的ではあります。ダブルクッションっていうでしょ。ダブルクッションですね、よく言うね、はい、で一般的にはですねいいものでもこの中に2段入っているベッドというのは多いんですよ。あ、普通は1つっていうところ2段入ってるっていうのは時々ある、はい、ですから3段入っているベッドというのは一般的には流通してるんですけど、ごめんなさい、上が2つで、はい、下のボトムのところに1つ、全部で3つ、はい、結構高級ベッドの代名詞、そうですね、はい、今回この先行導入したモデルはこの中にスプリングが4つ入ってます。ってことは何、上のマットレスに4つ入ってて、はい、ボトムにも入ってるから、はい、全部で5、はい、それがすごい、ね、そうなんです。でやっぱり、ね、寝心地とかに左右するわけ、そうですね、5つのスプリングで体を支えるわけですから、なもうまさに雲の上で眠るような寝心地、ね、はい、これ多分お値段もすごい価格なのかもしれないけど、はい、読んだからね、あ、どうぞどうぞ、本当にいい、はい、足このままでいい、はい、これいい、あ、どうぞ、で、ね、生地もすごいねこれ、ね、そうですね、ブラックで、はい、高級感を出すためにですね、もう特別の生地を、だってこういうところだって手作業なんじゃないのこれ、そうですね、もともと1904年に創業した当時はもうすべてもうハンドタフティングで作っておりましたので、1904年って言ったらでも116年、はい、116年だよね、はい、はあ、うわすごい、はい、横立てもいい、どうぞ、もう体のですねありとあらゆるこの曲線を全部下で吸収してくれますので、真っ平らな状態で寝られます。あのね、本当大げさじゃなくて、はい、出っ張るとこは出っ張って、へっこむとこはへっこむ、はい、私ね立ってるみたいな感じで、あ、もうまさにですねいい寝心地というのは立ち姿勢が一番理想と言われますので、しかもこれなんかね、はい、寝たことないけど、はい、雲の上に寝てるみたいな、本当そうなんです、おっしゃる通りです、ね、寝たことないよ、ね、はい、これ気持ちいい、はい、おでこと顎のラインがまっすぐ整ってる、そうなってますね、はい、首にもシワができてませんから呼吸もしやすいですね。でやっぱりこれは何、その50のクッション、はい、50のスプリング、はい、そういうところからやっぱり来てるものなんですね。そうですね、横向きにもなってみてください、あの肩と腕が
ここさ硬いと痛くなっちゃう、はい、邪魔になりませんので、ここだけ下がるよ、はい、いや気持ちいい、必要なところだけ下がってくれますので、気持ちいい。これ何、今のところ原則としてここの銀座しか見れない、はい、ここだけです。サイズはいろいろある、サイズは、はい、いろいろありまして、今こちらはクイーンというサイズなんですけれども、これはクイーンサイズ、はい、うわ気持ちいいなこれ、はい、しかももう起き上がるのが嫌だ、そうですね、ここにいる、はい、ここにマジでここにいていただいて大丈夫です。こうお客様でこうやって寝られて、はい、こう本当にそう欲しいっていう人がいっぱいいらっしゃるんじゃない、いらっしゃいますね、やっぱ眠りにやっぱりこだわる方は本当に多いですから。なるほどね、はい、そうだよね、はい、ヘッドボードもですね こだわってまして。あ、何これヘッドボードなの、はい、私何もないのかと思った。いえいえ、こちらはあの特別なヘッドボードで、このベッドに普通固定するものが一般的ですけども、うん、このヘッドボードはホテルのように壁に固定されてます。あ、これはい、はあはあ、でここに生地を貼りまして、まあ、かなり高級感を演出していますので。なるほど。ということはね、はい、あのここのお色はね、はい、もうちょっと違う色でとか、はい、このファブリックはこういうファブリックでとかっていろんなことを叶えてくれるわけ、はい、自由にオーダーできます。高さも変えられますので。あ、高さとかもね、はい、あで素材とかも変える、素材も、はい、変えられます。あ、じゃあもう全部、ね、特注なんだ。特注で、はい、もうお好みに合わせて作ることができますので。ホテルライクだ。そうですね。あ、はい、やっぱりねそういうね非日常、はい、そういったものがね一つの空間でもあるとやっぱり気分がウキウキするね。そうですね、なるほどね、はい、ということでですね、このあの、まあ、今のところ原則としてですね、うん、銀座、ベッドギャラリーしか見れない、はい、この、キングスダウンのレガリアのね、なんていうのですか。ザ・グランレガリア。ザ・グランレガリアをちょっと体感しちゃいました、はい、ね、ありがとうございます。いろいろありがとうございました、ご紹介いただきました、ということでですね、詳細はですね、下記のこちらですね、こちらですね、はい、こちらを参照にしてください、あとはですね、公式、YouTube チャンネルなかなか好評です、はい、ぜひですねあのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。